この俺、無情と。新人アンナの春菜でーす。この番組では各界のスターをお招きして、この番組で用意した全6ステージにチャレンジしていただきます。ルールは簡単。相手を攻撃してライフを飛ばし、ライフをエンプティにしたらさらに攻撃。相手をダウンさせてキャラ玉を奪い取れば勝ちね。簡単でしょ。どんなステージが用意されているかは挑戦者次第。はてさてどうなることやら。はい、そういうわけで今日の挑戦者はこの方です。
回の挑戦者は強いね。ここまで来るとは正直。興奮しちゃったんでこんな登場の仕方で盛り上がってみたんですけどね、無情さん。無情さん、あれ仕方ないですね。もう番組を続けましょう。ステージ2までクリアした挑戦者にはさらなる難関が待ち受けています。なんとこの次のステージ3は対戦相手が2人も登場。2人を同時に相手しながら勝ち残らなければなりません。さあ挑戦者の運命はいかに。チャンネルはそのままで。Ah!
はい、そんなわけでステージ4までクリアしてしまったぞ。こんなに強い挑戦者は初めてだ。視聴率も取れているし、いいぞ。ところで春菜くんはどこに行ったんだ？まさか。皆さん驚いちゃいけません。さらに今回ステージ6はこれだけ対戦相手が3人ついてくる。3人にして同じお値段お買い得。うわあ！はい、そういうことでステージ5、ステージ6と続けてお送りします。チャンネルはそのままで。Oh, yeah!
6までクリアしてしまいよったか。こうもあっさりと語られてしまっては番組のスポンサーに怒られてしまう。スポンサーに怒られちゃうんですか？っていうことは番組終わっちゃうかも。春菜初出演だったのにいきなり番組打ち切りなんて。いやいや打ち切りとまでは言ってないぞ。そうですよね、まだ最後のステージがありますもんね。最後のステージ？そうです、あの UFO をご覧ください。春菜くん、 UFO は分かったんだが誰が乗るんじゃい？もちろん部長さん、あなたです。俺かよ。相手はステージ6まで勝ち抜いてきたんだぞ、危ないじゃねえか。怪我でもしたら俺のファンが泣くぞ。まだイエローローンも残ってるし、だいたいそんなこと。それもこれも番組のため、視聴率のため。これが本当に最後のステージ、クリアすることができるか。チャンネルはそのままで。部長さん、頑張ってくださーい。さあ、始めるとするか。せめて集めておきよ。
みんでね。君の司会引き受けるんじゃなかったぞ。覚えてろよ。